はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、速報、 LINE Pay がビザ加盟店と提携、 LINE Pay が世界で使える決済方法へということで、今回はかなり興味深いニュースがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。今回は Yahoo のこちらの記事をピックアップさせていただきました。ちょっと読み上げたいと思います。 LINE Pay とビザデジタル決済対応カードで提携、 LINE Pay が世界で使えるということで、 LINE Pay は6日ビザと戦略的包括パートナーシップ提携を結び、世界規模の加盟店やユーザーベースを生かした新たなフィンテックサービスを開発提供すると発表した。一般ユーザー向け決済、加盟店、フィンテックサービス、共同マーケティングなどで協力していく。一般ユーザー向け決済サービスにおいては、世界中で月間1億8700万人のアクティブユーザーを持つ LINE の基盤を生かし、 LINE Pay 内から Visa ブランドのデジタル決済対応カードの申し込み利用を可能とする。さらに Visa カードを LINE Pay に連携し、スマートフォン決済に利用可能になるということですね。いやー、これ素晴らしいですね。本当、確かに少し前はなんか LINE Pay と Visa の噂っていうのはちらっと聞いてたんですけども、今回本格的に始動するみたいですね。しかも、まあ、現在の LINE Pay カードのブランドっていうのは、まあ、JCB だけしかないので、まあ、そこに今回のような Visa が加わるっていうのは凄まじいことになりそうですよね。しかも今回なんか Visa のクレジットカードタイプっぽいような感じですもんね。まあ、今まではよくあるのは Visa は使えても JCB が使えないっていうところがあったので、まあ、今回はこれが解消されるということは、また利用の幅がすごい広がりそうですよね。まあ、ここからはその記事の一部抜粋してお伝えしていきたいと思います。まあ、気になるいつから導入ということなんですけども、日本ではこの LINE Pay、 Visa クレジットカードというのは今年中に導入予定というふうになっております。気になるポイント還元についてなんですけども、ロイヤリティプログラムや利用特典における協業や、海外旅行の際にビザのネットワークで LINE Pay 支払い可能になるような新機能も提供予定としているということなので、まあ、ポイント還元についても少し期待はできそうですね。で、このビザの加盟店についてなんですけども、もう今全世界で約5400万の加盟店があるらしいんですよね。しかも店舗側が LINE Pay の直接の加盟店ではなくても利用が可能というふうになっているということなので、いや、これはすごいですね。しかもこれまで通りの決済通知や履歴も見れるということなので、もう本当日本にいる状態でも普通にも LINE Pay でビザの加盟店で決済ができるということですね。で、まあ、これからについてということだったんですが、今は本当に2020年の、まあ、東京オリンピックに向けてめちゃめちゃ多分外国人の方とかが来ることは多くなってくると思うんですけども、まあ、それに向けてさらにキャッシュレスっていうのが加速されていくということにはなってるみたいですね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。 LINE Pay がビザの加盟店で使えるようになるということでした。もう本当ですね、もう今よりさらに使う幅が広がるということは、さらに競争も激化しそうということもなるので、僕個人としたらもうワクワクしかないということになっております。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。